ヤマトヌマエビ、ヤマトヌマエビ、ヤマトヌマエビ、学名、キャラダインナマルティデントタは、エビ目、十脚目ヌマエビ科に分類されるエビの一種。インド太平洋沿岸の河川に生息する、淡水生のエビである。日本産ヌマエビ科の中では、大型種で、ペットとしても人気がある。学名は、キャラダインナヤッポニカが長く用いられてきたが、2006年に、C マルティデントタの記載が、 明らかになり、シーやポニカは、シノニムとなった。生体の体長はオス 35mm メス 45mm ほどであり、沼エビ類としては大きい。メスの方が大きくて 50mm を超えることもあり、体色が濃く、体つきもずんぐりしている。腹眼は黒く、腹眼の間にある角角はわずかに下向きで、虚子状のトゲが上縁に11から27個。 会に4から17個ある。5体のふわしは短くがっちりしていて、この内前の2体は短く、先端に小さなハサミがある。体色は半透明の単性色緑褐色で、尾の中央に三角形の黒い小縁、尾の両端に楕円形の黒い斑点がある。体側には線上に赤い斑点が並ぶが、オスは点線上、メスが破線上である。また、 個体によっては、背中の真ん中に、黄色の細い線が、尾まで走る。スジエビや手長エビ類は、足や、目柄、額角が長い。トゲナシヌマエビは、体型や生息地が似ているが、やや小型で、体側に反転がないので区別できる。マダガスカル、フィジー、日本まで、インド太平洋沿岸の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。日本での分布域は、 日本海側は鳥取県伊勢、太平洋側は千葉県以南の西日本とされる。海で生活する、幼生期、後実に、海流に乗って分散するため分布域が広く、海洋上に孤立した島の消火船にも生息している。暖流が流れる海に面した川の上流域の渓流や中流域に生息する、九州以北に散する姫沼予備族の中では、 トゲナシヌマエビと並んで素上する力が強い。川や海の改修工事や、水質悪化、熱帯魚の業者による乱獲などで、野生の個体は減少している。ダムや堰の建設によって素上が困難になり、生息域が狭まった川もある。植生は雑食性で、藻類、小動物、生物の死骸やそれらが分解したデトリタスなど、何でも食べる。 全二体のふわしにあるハサミで餌を小さくちぎり、忙しく口に運ぶ動作を繰り返す。小さな、塊状の餌は、顎足とふ足で抱き込み、大顎でかじって食べる。夜に餌を探して動き出すが、昼間は、水中の岩石や水草、落ち葉などの影に潜む。捕獲する際はそれらの中にたも,もを差し込むと捉えることができる。通常は、エビ類を、 水から出すと腹部の筋肉を使ってピチピチと跳ねるが、ヤマトヌマエビは跳ねずに歩き出すのが特徴である。ヤマトヌマエビは、アユと同じように妖精が海に下り、海で成長して川に遡上する、両側海遊型の動物である。生態のメスは脱皮前にフェロモンを発し、オスを誘引して、交尾を行う。メスは脱皮後に散乱し、直径点五ミリメートルほどの 小さな卵を1000から4000個ほど腹足に抱え、孵化するまで保護する。卵は初めくすんだ緑色をしているが、やがて褐色になり、妖精の小さな腹腕が確認できるようになる。孵化までは2週間から1ヶ月ほどかかる。孵化する妖精は体長1.5ミ、mm、リメートル程度で、孵化した瞬間から親の体を離れ、川の流れに乗って海へ下る。妖精の成長には、 塩分が不可欠で、海か、少なくとも寄水域までたどり着かないと生きていくこと、できない。初期の妖精は、泳ぐ力も弱く、逆立ちして浮遊する、プランクトン生活を送る。漂ってきたデトリタスや植物プランクトンを足で抱き込んで捕食し、脱皮を繰り返しながら少しずつ、大きくなる。体長2から3ミリメートルほどになると、体が赤くなり、次第に遊泳力もつく。 わずかながらも、腹部の筋肉で飛びのいたり、泳いで推定の餌を取りに行くようになる。血エビになるまでには1ヶ月ほどかかり、その間に9回脱皮する。9回目の脱皮をして、体長4ミリメートルほどの血エビになると浮遊生活をやめて、推定生活に移るが、これを境に運動能力が格段に上昇し、かなりの速度で泳げるようになる。血エビは川口域に集まり、 夜間に腹足で水をかきながら、川底を歩いて遡上する。流れの激しい区域では、流れの横のかすかに水をかぶる程度の区域を歩いて、登る。生態の生息域は、川の上流、中流域なので、川口から遡上をし続ける。ヤマトヌマエビは、一般的に食用にはされないが、熱帯魚と一緒に飼うタンクメイトとして、よく流通する。生態は、 割と丈夫で飼育しやすいが、妖精は気水か海水でないと成長しないため、繁殖させるは難しい。エビ一般の特徴であるが、本種のみならず、南のミヌエビと同様、農薬等の薬物と水質の急激な変化に弱い。ホームセンター等で販売されている水草、魚用の薬や、水槽のある部屋での殺虫剤などの使用。 メダカやテトラ類、他の沼エビ類などと共に飼育されることがあり、水槽内を活発に動き回って、水槽内の糞や、食べかすや、藻類や水垢などを食べ、掃除役をこなす。固形飼料を与えると素早く掴み取る仕草なども、愛嬌があり、上手に飼育すれば3年以上生きる。ただし自分より大きい魚がいたり極端に明るいと、物陰に隠れて出てこず。 自分より小さな魚が弱っている場合は、餌が少ない時など食することがある。健康な魚は小型のものであっても襲うことはほとんどないので、混営に際してそれほど神経質になる必要はない。ただし、チエビなど小さな個体は捕食されてしまうのでそれらの繁殖を期する場合は、混営させないまたは隠れる草木などを利用した方が良い。本種は、 沼エビとしては大型であるので、同居している魚が肉食、または雑食魚でなければ本種が襲われることはなく、水槽のコケ取り役として利用されることが多い。両側か夕方なので、繁殖させるには放卵したメスを2週間目頃から隔離して飼育し、さらに孵化した妖精を海水か気水の水槽に移さなければならない。妖精は海水気水水槽に藻類、 バイオフィルムを生やしておくとこれを餌に成長させることができるが、飼育環境によってはこまめな世話が必要となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。